果てしなく広がる海の先に待ち受ける冒険の匂い。ワールドマップでエリアを選択し、各エピソードに上陸。臨場感あふれるフィールドを自由に探索することができる。バトルはアクティブターン制とコマンドバトルの融合、グランドタクティカルバトル。アクションボタンで攻撃を組み立てる。攻撃で貯めた TP で必殺技につなげ、さまざまなアビリティでバトルを有利に。爽快かつ戦略性の高いバトルを実現。かけがえのない仲間たちとの出会い。刀3本使うことと三刀流とじゃ意味が違う。私をただのキュート美人だと思ったら大間違いよ。勇敢なる海の戦士、キャプテンウソップだ。料理人は手が命、戦闘で傷つけるわけにはいかねえんだ。俺の名前はトニートニーチョッパー。世界で一番偉大な医者がくれた名前だ。咲く場所を厭わない私の体はあなたを決して逃さない。おめえらの船の船大工、このフランキーが受け負った。はい、こんな時こそお役に立ちます。皆さんの逃げ道、私が切り開きましょう。大ボリュームのストーリーで綴られるワンピースの世界。出会い、別れ、戦い、絆。ルフィたちと共に壮大な冒険の軌跡をたどる。東映アニメーション新規書き起こしの名場面アニメおよそ30分収録。様が切れるかバカ者め。この俺を超えてみよう、ロロノア。図に乗るな、加藤種族が。俺とお前の格の違いを教えてやる。もう一瞬の隙もやらん。任務を妨げる者は排除する。レベルを上げてキャラクターを育成。集めたベリーでショップで買い物。手に入れたアイテムを合成して装備を整え、アクセサリーで能力を強化。本作オリジナル主題歌とオープニングアニメーションも収録。エースは絶対に死なせねえ。俺はエースを救うんだ。そこどけ。あちし、あちし、負けない。ド派手大作戦に変更じゃ。待て麦わら、足はせん。待たせたな、俺が相手だ。邪魔すんならぶっ飛ばす。毒分けに行くか、ルフィ。お前を敵とみなす。行かせないよ。ナイスエイジ。無事か、ルフィ君。強い者こそ美しい。強くなったな、ルフィ。そろそろ死んでもらうぞ。エヴァ立ち止まることはない。あの日の約束はやがて少年を大人へと成長させ、まだ見ぬ冒険へと舵を切らせた。プレイステーションポータブル専用ソフト、ワンピースロマンスドーン冒険の夜明け、12月20日発売予定。予約受付中。